竹橋オフィスの入る女水会ビルディング三井住友ファイナンスリース株式会社は東京都千代田区に本社を置く。2018年度にはリース事業の再編を実施、三井住友フィナンシャルグループと住友商事双方の持分法適用関連会社となり、事業領域は大きく広がった。この金融 X 商社の組み合わせが最大な強みとなっている。 2020年4月には事業環境の変化に的確に対応し、今後の持続的な成長への姿勢を改めて明確なものとするため、経営理念、経営方針を再定義し、SMFL ウェイとして制定している。2020年3月31日現在、子会社303社及び関連会社13社が存立する。 東京本社移転のお知らせ、三井住友ファイナンスリース株式会社、http www.smfl.co.jp n e w s pdf 150731.pdf2016 年1月5日閲覧米国ゼネラルエレクトリックグループからの日本におけるリース事業の買収について、 三井住友ファイナンスリース株式会社 http コロンスラッシュスラッシュ www.smfl.co.jp スラッシュニューススラッシュ pdf スラッシュ 151215.pdf2016 年1月5日閲覧三井住友 fg ベ米 GE の日本リース事業買収を発表。日本経済新聞。 h t t p w w w n i c k e c o m m a r k e t k i g y o m a a s p x g j a c k s l a ß g o o k 1 5 h 1 a 1 5 1 2 2 0 1 5 e e 8 0 0 0 2 0 1 6年1月5日閲覧。株式会社、三井住友フィナンシャルグループと、住友商事株式会社との、リース共同事業再編の完了リース。 共同事業再編の完了に関する、お知らせに関する、お知らせ。2021年5月5日、閲覧閲覧。航空機エンジンリース事業の共同事業化完了に、関する、お知らせ。2021年5月5日、閲覧閲覧。株式会社マックスリアルティの株式譲渡に関する、基本合意について。2021年5月5日、閲覧閲覧。 当社市会社による公開買い付けの結果に関するお知らせ。2021年5月5日、閲覧閲覧。ヤンマークレジットサービス株式会社の株式譲渡に関する合意について。2021年5月5日、閲覧閲覧。事業の内容。第58期優化証券報告書。三井住友ファイナンスリース株式会社。ありがとうございます。